日本東京都東久留米市柳久保古民家とケヤの古木柳久保は東京都東久留米市の西端に位置する町廷。柳久保1丁目から柳久保5丁目まである。竜飛佐安とも表記する。住民基本台帳に基づく2017年4月1日。現在の人口は5412人。2013年1月1日。 現在の面積は0.89平方キロメートル。郵便番号は203-0044。東久留米市内を流れる黒目川の源流域の柳久保には、江戸時代末期から昭和初期までに建築された伝統的な造りの王、中型民家、白壁の土蔵群・古民家を取り囲む、ヒイラギの池垣、ケヤキ菓子などの高木、巨木がそびえ立つ屋敷林が見られ、 周辺の畑十と合わせて、江戸時代の武蔵野の農村集落の面影を今に残している。黒目川源流域に沿った一帯1.3592ヘクタールは東京都が管理する柳久保緑地保全地域に指定されている。東久留米市の西端に位置し、西は東村山市、南は小平市と接する。南部を東西方向に新大梅街道が通過する地域であり。 大部分は住宅地として利用されている。二丁目に山崎製パン、武蔵野工場、四丁目に黒目川の水源、五丁目に東久留米市立第十小学校がある。北は下里三丁目、四丁目、東は滝山五丁目、六丁目、南は小平市大沼町二丁目、四丁目、小平市みその町三丁目、西は 東村山市萩山町五丁目、東村山市温田町一丁目、二丁目、青葉町一丁目と接する。公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されている。このうち、第十小学校は、柳窪五丁目にある。古草園村の家住宅柳窪には屋敷林に囲まれた江戸時代末期から、明治初期の大型民家古典と、明治中期から、 昭和初期の中規模の伝統的な民家発見が残っている。また、養産によるギートの輸出で栄えた時代の建物もいくつか現存し、実用されている。九州落内には土蔵が21棟建っている。白壁の土蔵が20棟、外壁に大谷石が積まれている土蔵が1棟で、農村風景の歴史的な環境が維持されている中で、 この地区の景観の重要な要素となっている。江戸時代、大都市となった江戸においては、大化が頻繁に起こった。そのため、強宝期以降、幕府は、防火対策の一つとして、土蔵等の建築を奨励した。以来、土蔵の建築は、農村部にも普及し、柳久保においても、幕末から明治、大正期にかけて築かれた土蔵は多い。 2008年の日本女子大学住巨学科による調査対象となった土蔵群は、幕末期産、明治初期産、明治30年代産、大正期1、年代不詳1となっている。この地域には、うっそうとした欅、ヤキ、白樫からなる屋敷林が残っている。その中で一際欅の大木が目立つ柳久保、指定目の村の家住宅は、唯一東久留米市内に残る江戸時代の、 かやぶき民家である。同住宅は、江戸から大正期にかけて建てられた貴重な建物として、2011年に、母屋東7県が、国の登録有形文化財に登録された。同年それらの建物を総称して、古草園と命名し、春と秋に、一般公募の見学会が実施されている。園内には、な植生が見られ、中でも、では、急激に数を減らして、 なかなか見られなくなった熊外草、禁断などが保護されて、毎年春に花を咲かせる。天神社前の黒目川と、湧水東京名湧水57戦現在は、古平霊園内にあり、昔は、最価値の木が何本も生えていたためその名で呼ばれる。最価値久保は、地形的には、黒目川の源流部にあたり、雨量の多い時に稀ではあるが、林の中に湧水が出現する。 幻の湧水と言われる。黒目川沿いの天神社付近の湧水は、東京の名湧水57線に指定された。季節や天候により水量は変動しかれることもあるが、透明で緩やかな流れと、伝統ある社殿、周辺の曲がりくねった道やどんそがみは、昔ながらの風景を残している。2013年に新大梅街道から黒目川沿いに、柳久保を縦断して、 下流の柳橋まで約1キロメートルにわたる遊歩道が開通した。最価値の道と名付けられた、この道は東京都市定の雑木林の道の延長でもある。柳橋から下流には、久留米西団地内の新山浸水広場を抜ける遊歩道が整備されており、さらにその先の下里氷川神社まで延伸する遊歩道は2017年4月に開通した。これにより、 新大梅街道から下里氷川神社まで黒目川に沿う約 2.1km の浸水化整備区間の遊歩道が完成した。江戸時代には武蔵野の荒れ地が開墾されて田畑となった。東久留米市域の村々は江戸時代初期またはそれ以前から存在していたが旧柳久保村は江戸時代に入ってから開発され漢文10年に幕府領となった。 安政5年に一時期熊本藩領となったのを除き、幕末まで天領であった。村が成立して間もない元61年、その国高はわずかに7国でしかなかったが、法永6年、隣接する田梨村の飛び地から74国が分けられ、合わせて82国にとの村高となった。教皇18年には102国に、幕末頃には柳久保神殿分を含め233国と、 なっている。江戸時代の文献や石造物には、柳久保または竜飛佐康と表記されている。現在では、柳久保1丁目から5丁目を中心に、下里指定目の一部が含まれる。柳久保村の江戸時代、文政10年の矢数は38件、人口は222人、1872年の矢数は42件。 人口は253人だった。1872年から神奈川県に編入され、1889年に柳久保村など八村に柳久保神殿などを加えて久留米村が成立した。1893年に東京府に編入し、1943年に東京都となった。武州与直し一期と柳久保武州与直し一期の床柱の傷。 古草園、慶応2年6月13日、七部郡名殴村に橋を発し、武蔵十七軍、上野二軍に及んだ、武州与直し、一期には、農民、民衆等10万人余りが参加したと言われる。一期勢は、各地で、米の安売りや、世金、狭い、七地消門、借金消門の廃棄などを求めて、次々に、豪農、豪商を襲いながら、 震圧される同月19日までの7日間で、関東西部各地に広がった。打ち壊しの被害に遭った村は202村。幕末期、しかも、将軍のお膝元で起きた関東最大の一機が、幕藩体制に与えた衝撃は大きく、幕府の威信を揺るがし、その和解を早めた要因の一つとなった。この一機の矛先は柳久保にも向けられた。 6月14日から15日に、大木町や、所沢などで、豪農賞を襲い、16日早朝には、大体村の亀治郎宅を打ち壊した後、柳久保村の名主七郎衛門宅と分家、農業七次郎宅にも打ち壊しをかけた。その数は、数百人との説もあるが定かではない。江戸の江川大館所内にあった、法術訓練所で、 かねてより特別の訓練を受けていた農民の武装組織、いわゆる江川農兵が一気勢の鎮圧に当たった。田梨村に出張中の江川大官所の役人は、柳久保村内小足の方を受け、すぐさま鉄砲を持った農兵16人と、村役人や人足など150人ほどを引き連れ、出陣した。農兵は、七次郎宅内小壊中の一気勢に向けて容赦なく、 発砲した。その結果、武器を持たない、一気勢はたちまち、総崩れとなった。即死者8名、逮捕者13名、負傷者84名という結果を残して、一気勢は鎮圧、壊滅された。事件発生の翌圏を3年4月、襲撃を受けた、農業、村の七次郎ら12人の上層能は、今後に備えて、食料の備蓄などについて、 対策を講じ、自然災害や農民の困窮に備えて、村人全員257人60日分の食料を備蓄すること、また非常の際、休民への助成金として、金重量を積み立てておくことを取り決めた記録が残されている。村の七次郎宅であった村の家住宅には、おも屋の奥座敷の床柱や投げしに、ノコギリや鎌などによると思われる。 襲撃の傷跡が今も残っている。一気勢を鎮圧するための江川農兵の出動は、柳久保村だけでなく、秋島市、秋る野市にも及んでいる。江川役所、手平の見かけ次第打ち殺すべしとの指示のもと、これらの地域でも激しい戦闘が繰り広げられた。築地河原での死者は18人、メシホは41人、入リ村では死者10人、 メシホ26人であったという。武州夜直し一気展開図によれば、よそでは、反平、関東取締出役、自警団などが鎮圧に当たっていたが、多摩軍の江川支配下では、村の治安維持装置として、武装の兵組織を本格的に稼働させた。柳久保村における一気鎮圧は、このような武装農民組織が、実戦投入されたケースとして注目される。 柳久保付近の空中写真。画像中央付近の緑地帯が柳久保緑地保全地域。2008年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。この地域も1950年代終わり以降、東京のベッドタウンとして開発が進む。1959年に旧宝野町、旧田町。 旧久留米町にまたがるひばりが丘団地が完成。1968年には旧久留米町の雑木林の地に造成された滝山団地の入居が開始され、急激な人口流入が起こる。1968年の新都市計画法の施行により、市街化区域と市街化調整区域の区分が制定され、1970年に東久留米市は、 市内全域が市外各域に指定された。これにより、柳久保地区の多くの畑十果樹への宅地への転用が加速され、平地林だけではなく、屋敷林も消えていった。集落内には、ラブホテルも建設された。危機感を抱いた地元地権者の有志たちは、宅地開発の荒波の中で緑と景観を守るべく、柳久保地区の12.2ヘクタールの土地を、 都市計画法上の市街化調整区域へ編入することを東京都に申請した。ルールに基づいて行政が決定した都市計画法の線引きの変更は難しく、また市街化調整区域では開発が強く制限されて土地取引価格の下落が一般的である。それでも有志たちはこの地域の自然と景観を保全する道を選んだ。 申請は1990年に認められ、これにより、隣接する柳久保緑地保全地域と合わせて、上空から見ると市街化地域の中に浮かぶ、緑の島と呼べるような景観が残されることになった。1969年11月1日に住居表示を導入した。これと前後して柳久保と柳久保神殿を、柳久保1丁目から柳久保5丁目とし、一部は、 下里、南町、弥生町へ移行した。柳久保指定目と五丁目に、市街化調整区域が含まれる。竜久安小麦、従来種の小麦より畑が長く太いかねてより、柳久保は、竜久安小麦発祥の地としてその名が知られている。竜久安小麦は、家営3年あるいは家営4年、柳久保の奥住又江門が、旅先から持ち帰った。 一方の麦から生まれたとする説があるされているが、一方、江戸から肥料に紛れて運ばれてきた日本国外の長母の種をマタエモンが発見して増殖したとする説もあり、その経緯は必ずしも明確になっていない。有料な小麦だったので評判になり、マタエモン種あるいは龍飛サヤス小麦と呼ばれ、東京各地や神奈川県など近隣県の農家でも栽培された。 この麦からは良質の粉ができ、人が集まれば、うどんの地域の習わしの中で、竜飛佐安小麦の人気は高かった。竜飛佐安小麦は、普通の小麦より穂丈が長く太いため、家屋の屋根材としても広く利用された。当時の民家は、かやぶき屋根が多く、屋根材として不足するかやを補うために、竜飛佐安小麦の麦わらが使われた。しかし、 栽培にあたっては竹高のため倒れやすく、収穫量も、他品種の約3分の1と少ないことから、1942年に戦時中の食料増産政策により、作付けが中止された。その後、1985年にまた絵門の子孫が、筑波市の農林水産省農業生物資源研究所に保存されていた種を譲り受けて発種し、 1988年に46年ぶりに栽培を復活させた。2010年代は東久留米市内の十数軒の農家の協力により工作され、うどん、ラーメン、カリン糖、まんじゅう、パンクッキーなど関連商品が市内で販売されている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。柳久保に鉄道駅はなく、 西部新宿線小平駅、久米川駅、灰島線萩山駅から徒歩30分圏内にある。柳久保南部を東西方向に新大梅回道が通過する。柳久保1丁目、柳久保2丁目、柳久保3丁目、柳久保4丁目、柳久保5丁目地蔵菩薩、石橋供養等、高新等。ありがとうございます。